竹谷清は、日本の文芸評論家、全学連初代委員長。学生の前で演説する、竹谷清委員長神奈川県横浜市出身。横浜第二中学校、富立高等学校を経て、東京大学文学部西洋史学科中退。東京大学在学中の1948年に、全日本学生自治会総連合結成に参画し、初代委員長に就任した。 総としての学生運動論を唱え、学生は労働者階級の指導を受けなくとも、階級闘争の主体たり得ると主張。1950年、日本共産党の50年分裂の際、同党統一委員会に属して除名される。1952年、新日本文学会に加入し、常勤編集部員となり、文芸評論活動を始める。戦争責任などで、 古い世代を批判する旧先法に立つ。九州から上京して新日本文学界の事務局にいた大西巨人らとともに新日本文学界の中心的な存在となる。1954年、花田が発行部数拡大路線の失敗で編集長を解任されたことに抗議して編集員を辞任した。1955年、 日本共産登録全教により復党し、東京都常任委員に選出される。新日本文学会の活動にも復帰し、常任幹事となる。1956年、吉本隆明との協調、文学者の戦争責任を上司し、旧プロレタリア文学出身の作家たちを批判した。1958年、吉本隆明、井上光春、奥野雄らと、 現代批評を創刊する。1960年、差し当たって、これだけは、を、谷川岸たちともに発表。1961年、東中央の組織運営を批判し、再び除名された。以後、文学活動に先進した。1964年の新日本文学会の第11回大会に当たって、会の事務局長を務めていた竹井は、 事務局長の名で発表する幹事会報告に部分的核実験禁止条約への肯定的評価を盛り込むなど当時の文学運動内部にあった意見の相違をあえてクローズアップし新日本文学界から共産党の影響を排除しようとした。そして大会で報告に反対の意見書を出した江口館たちを大会後に助籍する先頭に立った。 1970年には新日本文学界から離れ、活動家集団、活動家集団思想運動結成に参画した。新聞、思想運動、雑誌、社会評論で、政治、思想、文化の各分野にわたる批評活動を展開した。2010年9月2日、尿管癌のため、川崎市の病院で死去。83歳坊津。 戦後文学とアバンギャルド。1975年創造の東派性。1975年文学の危機。1977年。A.B. 竹谷秋夫死去文芸評論家47。ニュースハット A.B.C.D. 竹谷秋夫さん死去朝日。新聞2010年9月14日。長三39ページ。A.B.C.D.E.F.G.H.I. 竹井。秋夫状況論集。原則こそが新しい。 略歴。久保田正、文学運動の中で P367 から373。ありがとうございます。